ね、これ10月15日のコンサートで話しようと思ったんですが時間がないのとまあいろいろバタバタしててここまで話ができなかったんですが、えー、こういう技術というのにまあ、えー、と着手してすぐ頭に入りやすいのは小学校の高学年中学生まあ、高校生あたりはねスッて頭入りますよ。だって あのー、ゲームが好きで、ゲームプログラミングに近い能力を持ってる中学生とか今たくさんいるでしょということは多言語発信の教育をすれば、例えば群馬県でもここ伊豆でも、子供たちがそれをやり始めて、外国人がいたら、インバウンドがいたら、えー、スマートフォンで自分が作ったものを見せたら、 え、喜んでくれますよ。ドイツ人が喜んでくれたとか、フランス人が喜んでくれたとか、インドネシアの人が喜んでくれたとかね、タイ人が喜んでくれたとか、それは糧になるんです。なぜ外国を勉強するのか、えっ、ー、と、皆さんね、お孫さんとか子供たちに、英語の点数の成績落ちたそうだなって、そんなさ、それ先に言うべきじゃないんですよ。なぜ勉強しなきゃなんないかを、 説明しねえで勉強を押し付けるから子供が嫌がるんですよ。ね。我々だって英語の点数悪かったって、ビートルズのね、オールマイラビングとか、えーね、クロージュアルイズアンダーイキスユーとか、トゥーマルアイミスユーとか、歌いたくなって覚えたでしょ点数に関係なく。うん。で、そういうことが、えー、実は学習のレディネス、動機づけとして必要なんです。 でその動機づけっていうものがきちんとしてないから勉強は押し付けられるもの、小論文や作文は書かされるものになるんですよ。それを定式化してスキル化すれば面白いから喜んで学習者は書き始めるんですよ。それが私の日本語の授業だったんです。